品川区阪神大宮駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はですね、子犬ちゃんがね散歩中に人とかワンちゃんそれにめちゃくちゃ吠えてしまいます。この時の対処法についてお話しさせていただこうかなと思います。まあこれはね、ある子ない子ほんまバラバラですし、ある日子犬だからこそですね、ある日突然めちゃくちゃ吠え出してくるとかってよくある話なんですよ。じゃあこの時にどういった感じで対処を仕上げたらいいのか、ね、正しい方対処法をしないと逆にね、マイナスにというかめっちゃ吠えるようになったりだとかするので、こういう風にしましょうね、こういったことに注意しましょうねっていうことをねお話しさせていただこうかなと思いますので、ぜひねこれ今日が実践できる内容ですので最後までチェックしてみてください。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram もしています。ブログは僕の思いを発信しています。インスタグラムに関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、というわけでね、人やワンちゃんに、吠えますと、はい、この時の、対処法なんですけれども、まず子犬ちゃんがするべきことは距離を取るということです。距離を取るということ、はい、やっぱりこれは経験が大事なんですよね。なぜ吠えてるかというと、吠えるとやっぱりあっち行くからです、人が。なので追い払う経験が、たくさんたくさん溜まってくるんですね。なのでそれを溜まらないようにしていくけど、これねなんかすごく思うんですけど、人もそうじゃないと思うんですよ。皆さんもどうですか、こういった道歩いてる時にですよ、目の前からね知らない人が、わあ君かわいいですねとか、うわかっこいいですねとかってむっちゃこうやって迫ってくるんですよ。ハグさせてくださいみたいな。まあ、いける人はいけるんかもしれないですけども、僕は無理です。うわ、怖っ、この人、何気持ち悪いみたいな、ちょっとやめてくださいよみたいな、ちょっとあっち行ってって僕だったら言いますね。はい。なので、まあ、やっぱりそれをね、まあ、ワンちゃんも同じことをしているっていうことなんですよ。ね、いや、いける子は、じゃあいける子もいますけど、でその子はまあハグできるタイプなんでしょう。ね、ハグできないタイプもいるよっていうことです。はい、個体差があるんです。犬だからっていう形で縛り付けてしまうと、ちょっとかわいそうだなと思います、ね。じゃあ人間だからみんな、ね、人見知りないっていうことないじゃないですか。個体差があるんですよ。まあそういうことね、まず思っておく。だから怖いもんは怖いんです。まずそれでいいんです。そういうもんですから、ね、だから、距離を取ってあげる。怖くない距離にとってあげる。だって別になんかね、なんだろう、うわーかわいいねって言うとめっちゃ遠くなんか言ってたら、何言ってんねんあの人ぐらいおるじゃないですか。近づいてもらったら怖いじゃないですか。私言ってんのみたいな。だから距離を取ってあげるっていうのがすごい大事かなと思います。で、宿題なんですけども、これよく聞かれるんですけどね、ご褒美にどうね、こうやったらかんでやってるんですって聞くんですけども、それ使っていいんですかどうですかっていう、お悩み相談があるんですけども、それちょっとね、しっかりお話させていただくと、基本的には、もう最終的にはね、ご褒美使ったりとかなんかしていくんですけども、まず子犬ちゃん第一歩としては、距離を取るっていうのが、優先されるので、ご褒美は使いません。使いません。なぜかというと、間違ったことを覚えるんですよ。はい。ね、それ、その上げ方、そのタイミング、それ、めっちゃ吠えるようになる、みたいなね、なってくるんです。だから、まずそれよりね、そのなんかこう、なんかね、あるんですよね、こう、声出してとかね、あるんですけども、それはもう二の次。まずは距離を取るってことが、習慣ができて、次ご褒美を使っていくっていうステップになっていくわけです。はい。それをごちゃごちゃごちゃっとしてしまうと、難しく。ご褒美使ってるけど、なんかうまくいかないとか、ね、なんかめっちゃ吠えるようになったとかなってくるので、まあ、そのあたりはね、まず距離を取るところから始めてみましょう。というわけで今回は、人とかワンちゃんにね、お散歩中に吠えてしまうということでお話をさせていただきました。それ以外にもね、甘噛みとかトイレとかね、1歳未満のワンちゃん、悩みいっぱいあると思います。そういった方はね、しつけ方教室っていうのがこういうことでもやっております。その説明会っていうのがね、ありますので、下の概要欄、リンク貼っておりますので、1歳未満のしつけ悩む方とか、吠えに悩む方はぜひチェックしてみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。